多分この人とは合わないだろうなっていうのは何人かパターンがありますね。ああ、パターン、うん、それはまずもう簡単に言っちゃうと、皆さんこんにちは。こんにちは。公認会計士の小山とお笑い芸人ふうみんです。はい、いつもありがとうございます。ありがとうございます。今日も一問一答お願いします。はい、ありがとうございます。今日はですね、まあちょっと気になってる方もいらっしゃると思うんですけど、まあ人間の見極め方というジャンルなのかもしれないですけど、小山さんが初対面で会う方いらっしゃるじゃないですか、はい、まあ仕事なりプライベートなりあると思うんですけど、確かに、で初対面で会って、うん、この人ちょっとなんか長い付き合いになりそうだなとか、この人はなんか距離を置いて、まあ、付き合わなくなっていくんだろうなとか、うん、そういう第一印象ってあるじゃないですか、はい、なんか感じれるもの、はいはい、でそういうのってなんか行動であったり発言であったり最初の導入の仕方であったりって変わると思うんですけど、はい、なんかそれ、うんうん、僕はこう感じるとかありますか、うん、それなんか、うん、その長いの質問がはいはい、はい、でもなんか初対面の時の皆さん気になると思うんですよ。小山さんどういう人と付き合うフィーリング感じたりするのか、結構もうアドリブっていうか率直な感じなんですけど、はい、続くか続かないかの続く方はぶっちゃけあんまパッと思い浮かばなかったです。はい、いやもうこの人とはそれこそ風味もそう、誠司さんもそう、はい、山本さんもそう、はい、ゆうくんもそう、はい、一生行くだろうなっていうのあんま感じなくて、はい、さっき話しやすいので言うと、はい、多分この人とは合わないだろうなっていうのは何かパターンがありますね。ああ、パターン、うん、そのパターン、それはまずもう簡単に言っちゃうとオーラじゃないですか。オーラとフィーリング、はい、そもそもフィーリングなんで、はい、その2つですね、うん、でそのフィーリングとは何ぞやと言われると、はい、やっぱりね、あの出てるんですよね、なんかちょっとあの嫌な感じが、嫌な感じ。で例えばじゃあそれを細分化していろいろ、じゃあ例えば例を挙げろって言われると、はい、金とか実績とか他人のことばっかりをひけらかす人っていうのはちょっと多分もう残ってないんですよ、身の回りに、うん、お金は稼いでればいいんですけど、自分のパワーなんで、はい、特に他人の話ばっかりしてる、俺はこういう人脈でとかっていう人脈を自分のなんか持ち物のように話してる人とか、はい、あなた本人のことじゃないですよねっていうのを話してる人がすごい、まあ、あんま残らないかなっていうのがあるのと、その自分のことばっかり話してる人、はい、もうあんまり多分微妙かなって、その楽しませようとして自分を落として話すのはいいと思うんですよ、はいはい、こんなに僕最低な人間なんですよみたいな、はい、なんだけど仕事はちゃんとやりますよとかだって分かるんですけど、はい、ちょっとその、うん、すごいでしょ僕ってそうどうやってくる人はちょっとあれかな。あとはやっぱ最近だと身なりもやっぱ多少は連動しますかね。身なり、身なり、なんかそれは貧相な格好、なんかじゃらブランドじゃらじゃらな格好、やっぱそうですね、そう誤解を恐れず言うと、はい、そっち系ですかね。ブランドも綺麗なだったらいいんですけど、はい、不必要に金とかダイヤとかやってると、ちょっとその結局自分裸にした時の自信がないんだろうなっていう、いや虚勢を張ってるわけじゃないですか、はいはい、そういうのは何かしら結局損をする取引とか損をする人間関係になりがちなんで、はい、残ってないかなと。あとパラパラ話すと過去の経験ですもんね、はい、やっぱりあとその経歴とか、はい、やっぱ他人のことですよね、はい、要はこういうすごい組織にいますとか、すごい組織にいましたとか、英国御用達の仕事を直接受けてますとか、その例えばですよ、はい、っていうことを言ってる人大体詐欺師ですねいやマジで大体詐欺師なんですか。自分でどうなんだっていうのが言えない人とか、あ結局他人の、まあ、虎の意を借るじゃないですけど、ことを言ってる、しかもそのスケールがでかすぎる実はなんか大体でも残ってないかなっていうのは多いですね。あとやっぱ思い出した、はい、あといろいろあるんですけど、はい、1回でもえって思ったタイミングがあると、はい、初回でもそうなんですけど、はい、は大体続かないですね。例えば何かっていうと、はい、納期を守らないとか、初対面とかじゃなくて、はい、例えば初めてのお付き合いで試しにやってみたりしてるのに納期を守らない、納期守らないのはいいんだけど、納期を遅れる時の連絡ですよね、はいはい、これこれこういう理由で明日だったのが明後日になりますっていう、さらにそれもできない人っていうのは、はい、多分合わないですね。あとやっぱあれ、はい、もう売り逃げの人ですね。売り逃げって何かっていうと、要は、フーミンが例えばですけど、おすすめの株があると、はい、で、じゃあ僕買いますと、はい、それは自己責任でいいんだけど、はい、その時に売る時がおすすめじゃなくて、はい、もうほぼ買ってください前提、はい、もうお願いしますと、で、分かりましたと、はい、で、多分何らかしらの自分のメリットがあるんでしょうね、はい、まあ、それはいいじゃないですか、うん、ね、それはサービスだから、もう、後にそれが思い通りにいかなかったってあるわけじゃないですか、はい、ダメでしたと、うん、なった時にもう売り逃げの人いるんですよね。それは例えばその先の話なんでとか、僕には分かりませんとか、あ、
ケアですね。そのあと二度と会いたくないと思いました。親身になって、まあそのへこんだらへこんだでなんか連絡してきて、うん、っていうのができればいいと思います、ね。あ、それ理想ですね。自分からだったらいいですね、はい。まあ普通はこっちからあれ話どうなってましたかって普通は聞くんで、はいはい、その時にあこれこういう理由でこうなんでこうでしてとかだとまた分かるんですけど、はい、いやちょっとあの僕も頑張りますんでみたいなちょっとよく分かんない世界とか、はいはい、いや僕も分かりませんとか、そういう人は大体残ってないかな。なるほどですね。それマイナスの方がいっぱい出ますね。避けてきた人も僕は避けてきたら一発で取引停止になった人とか、まあ、今のマイナスが逆にこれがちゃんと捨てる人が残ってってるって感じですかね、うん、逆に。あ、でもそれ逆には全然取れますね、はい、そう逃げないとか誠実とか誠実自分で勝負できてる人、うん、あとは何だろう。じゃあプラス残ってる人ですね。じゃあ風も残ってる都合のいい人ですかねあの修理するって言ったらすぐ来てくれたり、でもそれでもたまに来ない時とか、いやいや遅れてきたりとかあるじゃないですか。あとはお金が発生しないと動かない、まあ、それはいいんですけど、いやそちょっといや結局誤解が招かれるから、どれがねプラスでマイナスかっていうんですけど、ジャッジはできないけど誤解を招いてしまう、やってよって思ってちゃんとやろうって僕は、はい、かな、いやなっていう、ごめんなさい、アドリブなんでパラパラ出しましたけど、まあそうですね。じゃあ第一印象で、うん、あこの人続かないだろうなっていう印象はそういう今挙げた、結構挙げてもらったんですけど、うんうん、まあ結構今でも挙げてもらったのって人としてって部分が、あもちろんそうです、多いじゃないですか。でもやっぱ結局そういうことなんですよね。稼いでる稼いでないじゃないですよ、マジで人としてですよ僕は本当に。まあでもお金好きな人は、うん、なんかごめんなさい、お金稼いでる人はあえてしてそういう風になってしまう人が多いですからね。あそうですね、はい、まあ僕が言うなよって感じかもしれないですけど、まあ僕から見て偽物っていうか、はい、ちょっと詐欺師じゃないですけどちょっと都合が良すぎる人っていうのはやっぱいますね。あ、それは寄ってきたりもしたんですか、いろいろ。いっぱいいますよ。いっぱい、まあ、寄ってきたというか、最初はそうじゃなかったんだけど、やっぱり人間って波あるじゃないですか。はい、だからダメな時に踏ん張れずに本当に偽物になっちゃった人がいっぱい見てきました。ああ、なるほど、うん。これがなければちゃんと本当にまっとうな人間だったんでしょうけど。ああ、なるほど。だから僕もそうですけど、いかにこの時に頑張れるかどうかだと思いますよ。試験もそうだし、ビジネスもそうだけど、はい、ここで本当にちゃんとその頑張って本流で入れるか、うん、人間として大事な部分を見失わないかどうかっていうのはマジで大事だと思いますね。いや、いい話だったな。本当ですか。もう皆さんちょっとは多分自分にも通ずるものが多分得られたと思います。マイナスプラスはないですよね。まあでも単純にあれですね、楽しいかどうかはやっぱ重要ですね。それは別に稼げる稼げないはもう二の次でいいんで、はい、まあ、ビジネスパートナーだったら当然稼げないなんだけど、はい、マイナスが多いかな。マイナスが多いですね。はい、はい、ふみはお笑い芸人と聞いたからと言ってすぐマウントを取ってくる人が多分嫌です。ああ、面白いことやってよ。そう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 、すぐ関係してない、まあ、ありがちですよね、はい、8割でもそうなりますよね、はい、そうなりますけど、自分の名刺がそれしかないから悪いんですよ。自分が悪くないですか。いいじゃないですか。でもそれっていやでもなんか嫌じゃないですか、お笑い芸人です。ふみが嫌なのは、はい、いやそれをじゃ例えば社長と会いました、はい、で社長が連れてる女の子とかに、はいはい、もうバカにされるように言われるのがムカつくっていうことですか。そうそうそうです、そうです。確かにね、マウント取られないやつ、はい、それをさらに超えれたら、まあそうですね、得意で、それが、はい来ました、はい得意玉ですってなれたら最高ですけどね。まあそうですね、それもできるように自分で改良していかないとダメですね、うん、だって来るの分かってますからね、まあ、もう玉なんだ、そうだ、僕は悪いですよ、これ多分、うん、だと思いますよ、僕だったらそうしてますよあ、来ましたこの玉、うん、打ち返しますと、うん、なんかいつも嫌ですめっちゃちっちゃくないですか。そら 3A だわ。ガブということで今日はいいや、はい、小山さんが思う初対面での、はい、人間の見極め方、ビジネスバージョンで話しちゃったんですけどいいですか。はい、プライベートとかじゃなくてちょっとビジネスバージョンで、はい、うん、いただきました。ということでなんか風味からお知らせがあるようで、あ、ありがとうございます。まあそんな小山さんとですね、うん、ガブは言っています。どっちもいいですよ、ガブ毎回呼ばれてかわいそうおいで、はい、来ました、はい、そんな大御所が小山さんとガブちゃんと、はい、風味でなんとゲーム実況の YouTube チャンネルを立ち上げてやっておりますので、皆さんチャンネル登録してください。プレッチということでやっておりますので、ふうみんと小山さんがゲームをやっている姿、最新ゲームを多めでやっておりますので、ぜひともご覧ください。ありがとうございます。ぜひ見てね。それでは今回も、あ、そっちまで行く、はいはい、いいですよ、行ってください、うん、それでは今回も小山明宏チャンネル見ていただきましてありがとうございました。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ただいま弊社会計部門では業務拡大中につき、実務経験が2年以上ある方、もしくは資格勉強中の方もしっかりサポートさせていただきますので、ぜひ振るってご応募ください。はい、募集要項に関しては概要欄の方にリンクを貼っておりますので、ぜひチェックしてみてください。では本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。